メリアス様、ここは我らに任せ、早くノポン族の村にお戻りください。何を言うアイゼル、お前たちを残して私一人だけ逃げ帰れというのか。メリアス様は我らの希望ならば、この命トスことこそが誉れ、何の恐れも後悔もありません。さあ、ならん、私とてアヤツを倒さずしてコートには戻れぬ。暑いな。なんだここ、こんなに木々が茂ってるとこ初めて見た。だよな、どこまで続いてるんだ。ここは巨神の背中あたりだ。シュルクのビジョンによれば目指すはあそこ。ここよりはるか上だな。じゃあしばらくはこのまんま行くのかよ、この蒸し暑い中を。あそこに上がるための手立てを見つけないといけないわね。それまでしばらくここにいることになるのかしら。ねえ、ここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。父上。弱い、弱すぎるぜ。貴様何者だ。僕はお前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ、これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。白い顔つき、それにあの女の子は誰だろう。ビジョンはまだ見ぬ者も出会っていない人も映すのか。それらがもたらすもの、それさえ分かればもっとうまく立ち回れるのに。ねえ見て、吊り橋、こんな場所に誰が。ノポン族だろう。俺たちのコロニーに帰化した連中も多いが、彼らの発生はここマクナ原生林だったはずだ。そいつら巨神の頭に行く方法も知ってたりしないかな。それは分からんが、何のあてもなく歩き回るのも危険だな。まずは彼らの村を探してみるか。おい君、大丈夫か。この子は、シルク、どうした、またビジョンか。いや、まだよくわからない。それよりもこの子。そうか、どこか休めそうな場所は。あの巨木の下なんかはどうだ。あそこならば入り口だけ警戒していれば済む。よし、運ぼう。
傷の具合は大したことないけれど、この子かなり衰弱しているわ。原因はわかるかい？エーテル欠乏症に似ている。他の生き物ほどではないにしろ、私たちホムスも少なからずエーテルの影響を受けているのは知っているわよね。急激に周囲のエーテル量が減少すると体調に異変が生じるの。症状が軽ければ単なる疲れで済むけれど、重ければ治す方法は？水系のエーテル結晶があれば私の使うカートリッジに装填して打ち出せるわ。ちょ、この子に向けてぶっ放すのかよ。バカ、いつものように上に向けて散布するだけよ。ああそうか。問題は水のエーテル結晶だけど、普通のじゃダメ。純度が高ければ高いほどいいわ。この辺り水が豊富みたいだから、探せばきっと見つかるはずよ。途中大爆風があったな。ただの水辺よりは高純度な結晶を見つけやすいんじゃないか。ええ、可能性は高いわね。分かった、急いで行ってくるよ。シュルク一人でか？なんなら俺も。大丈夫、ラインたちはここで番をしてて、ついでに飲み水も汲んでくるよ。水筒そろそろ空だろ。気が利くね。じゃあ頼むわ。こんにちは。え、こんにちは。珍しいね、こんなところに君みたいなホムスがいるなんて。それはこっちのセリフだって顔だね。なら自己紹介でもしようか。僕の名前はアルビース。アルビース？僕はシュルクだろ。なぜ僕の名を？モナドを振るい、コロニナインを襲撃した鬼神兵を撃退した英雄。ホムスで知らない者はいないさ。君とはどこかで。来たか。え？モナドは規定状態でも特定波長のエーテル波を発している。それに惹かれたな。なんだこいつら。アルミス、君は逃げて。ここは僕が引き受ける。左からの攻撃なら右に。くそ、今度は上からか。そんなバカな。ビジョンで見たはずなのに僕の動きが読まれている。こいつらはテレシア。テレシア？こいつらは人の思考を読む。君がいくら先を見て行動を決定しても、それを読まれてしまっては全ては無駄になる。君はなぜビジョンのことを知っているんだ？打つ手は一つ、こいつらの動きを封じ視覚手段を断つこと。ダメだアルビス、それを使っちゃ。あの文字は。
ごい。何をぼーっとしているシルク。これは君が使うべきものだ。今のモナドの光は君にもできるさ。さあ、僕にもできる。モナドの光、動きを封ずる。できただろ。うん、ありがとう。って、そんなことよりも君もモナドを使えるだなんて驚きだよ。このテレシアは本体じゃない、いわば分身。本体はまだこのマクナ原生林のどこかにいる。傷？そうか、あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷を。彼女？モナドはこの世界を律する掟に干渉ができる神の剣だ。物質、非物質を問わずにね。アルビース、君はなぜモナドにそんなに詳しいんだ。君は一体。シュルク！シュルク！あ、ラインだ。おい、ここだよ。シュルク、こんなところにいたのか。お前なかなか戻ってこないから心配したぜ。ごめん、テレシアっていうモンスターに襲われてさ。でもアルビースのおかげで撃退できたんだ。アルビースって誰だそれ。紹介するよ、彼がそのアルビース。あれ、おいシュルク。いや、さっきまでここにいたんだ。本当なんだ、モナドの新しい力も教えてくれて。俺が来た時からお前一人だったぜ。まさか昼寝でもしてたんじゃないだろうな。それをモンスターに襲われたとかなんとか言ってごまかそうとしているんだろう。違うよライン、信じてよ、本当にいたんだ。分かった分かった。で、そのあるなんとかってのはお前が昼寝している間にどっか行っちまったとして、肝心のエーテル結晶は。ああ、それだったらここに。オッケー、それさえあれば一安心だ。さあ戻ろうぜ。こんなとこにポツンといたら本当にモンスターに襲われちまうからな。ダイン、アルビース、彼は何者なんだ。ビジョンの効かない敵とはさすがマクナ原生林。いろんな生き物がいるもんだな。おまけにモナドの使い手か。ええ、そいつはぜひ会ってみたいな。お前本当に寝てたんじゃないだろうな。ライン、いやだってさ、お前やダンバン以外にモナドの使い手がいるなんて話にわかには信じられねえよ。準備ができたわ、行くわよ。下がって。
ほう、こりゃすごいな。お、気がついたみたいだぜ。さすが衛星兵。君、ここはもう大丈夫、安心して。気安く触るでない。いて、おい、お前。すまない、つい手が出てしまった。驚かせちゃったみたいだね。そなたらが助けてくれたのか。まあ、そういうことになるのかな。そうか、我が名はメリア。先の比例許してもらいたい。ホムスの男に触れられるのに慣れていないのでな。ホムスの男。おい、シュルク、お前気持ち悪がられてんぜ。なんだよそれ。そなたほどではない。な、ところでメリア、あなたは一人なの？誰かと一緒だったとか、はぐれたとか。すまない、詮索は遠慮願おう。雪吊りの者たちに話すようなことではないのだ。こりゃまた堂々とした正論だな。でもな、望んで一人になったのでないなら、無理にその状態を貫き通す必要もないんじゃないか。そなたたちこそなぜこんなところにいる。マクナ原生林までホムスが上がってくることは滅多にないはずだが。僕らはここの遥か上、巨神の頭を目指しているんだ。巨神の頭。さて、どうやってあの上まで行こうかと難儀している最中さ。そうか、ならば私も礼節を持って答えよう。お、ここマクナから巨神頭部のあるエルト海へ至る道は限られている。へえ、頭がある場所はエルト海っつうのか。この先しばらくの道道を頼む。案内をしよう。本当にありがとう。僕はシュルク、よろしくメリア。シュルクか。ずいぶん堅苦しい感じの子だけど、ホムスよね。なんでこんなところに一人。さーてね、直接聞いたら、俺ああいうの苦手。まずはノポン族の村へ行く。ノポン族？僕たちもノポンの村を探していたんだ。巨神の頭に向かう手がかりがあるんじゃないかって。この地に来てから世話になっていてな。行けばエルト海へ上がる手立てがある。分かった、じゃあそのノポン族の村を目指そう。うん、彼らは巨木を住処にしている。ここから道なりに進めば着くはずだ。やはー、はいはい。村の入り口だ。へえ、あの奥にノポン族が詰まってる木があるのか。あ、鳥の人だもん。お帰りなさいなんだもん。村長と話がしたい。通してくれるか。お安い御用だもん。村長のもとに案内しよう。さ、ついてこい。
ムがいるもん。ホムホムがこんなとこまで来たもん。ホムホムいっぱいだもん。ホムホム触っていいかも。ホムホムかじっていいかも。ホムホムまずいらしいもん。ホムホム怒ると怖いらしいもん。ノポン族、最果て村の者どもに告げる。メリア・エンシェントが再び来訪した。村長と話を所望する。オサヨ、姿を見せられ。メリアだもん。鳥の人だもん。メリアが帰ってきたもん。鳥の人が帰ってきたもん。鳥の人？これはメリア様、お早いお帰りで。守備よく行きましたかも。もしやお月の方々は。巨神の血肉へと帰った。私を逃すために。いや、今はその話をしに来たわけではない。ここにいるホムス、シルクたちの願いを聞き届けてもらえぬだろうか。そのホムホムの願いですかも。エルト会にあげてやってほしい。それは構いませんが、メリア様はどうなされるのですやも。私はこの地でやらねばならぬことがある。この者たちをエルト会にあげたら再び出立する。あの子は何か抱え込んでるみたいだけど。こんな場所で一人行き倒れていたんだ。何らかの事情があることに間違いはないな。放っておけないよ。追いかけよう。メリア、一緒に来てくれるんじゃないのかい。メリア、君は一人なのかい。仲間は。あれは私の手で倒さねばならぬ。それが死んでいった者たちへの供養なのだ。傷？そうか、あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷を。彼女に受けた傷。まさか君が倒すべき相手ってテレシア？なぜそなたがテレシアを知っておる。さっきエーテル結晶を取りに行った時に襲われたんだ、そのテレシアってやつに。まあなんとか倒せたけどね。テレシアを倒しただと。そなた何者だ。モナド、その剣でテレシアを。彼は分身って言ってた。本体はこの原生林のどこかで傷を癒しているって。君なんだろ、テレシアに傷を負わせたのは。メリア、我が祖国から逃れ出た奴を追って私はこの地に来た。奴は野放しにできぬ。我々やこの地で暮らすノポンのためにもな。メリア、その役目僕らにも手伝わせてくれないか。同情か。違う。ならば哀れみか。そうじゃない。ただ。ただなんだ。奥歯に物が挟まったような物言いは好きではない。君を助けたいんだ。なぜそこまでする。そなたには私を助ける理由がない。僕は見たんだ、黒い高い塔の頂で。僕は君と一緒に戦っていた。あの顔つきの鬼神兵と、そして君が巨大なテレシアと対峙している姿も見た。なるほど、そういうことか。シルク、そなたが何を言っているのかさっぱりわからぬ。シルクはさ、見えるんだよ、未来が。未来が見えるだと。よまいごとを申すな。信じる信じないは勝手さ。って前にも誰かにこんなこと言ったよな、俺。私よ。ああそうか。まあとにかくだ、俺たちはシルクのビジョンの力に導かれてここまで来た。ビジョンにあんたが出てきたってんなら、あんたは俺らにとってきっと重要な存在なんだろうな。あの顔つきとの戦いの場にいたってんならなおさらだ。この話乗るぜ俺も。
俺も乗ろう。女性を一人で戦場に行かせるような野郎はクズだ。ちょっと待ってくれ。私は私の力でテレシアを撃たねばならない。女性を受けるわけにはいかぬ。メディア様、失礼ながら聞かせてもらいましたじゃも。この者たちのせっかくの申し出、良いではありませんかも。ことは我らの生活にとどまらず、このマクナ全体にも影響しますじゃも。ここは我らがノポンの勇者も共に行かせますじゃも。しかし村尾さん、お供がホムホムだけではいささか心もとないですからも。さっきから黙って聞いてれば、なんつう言い草だよ。ノポンの勇者には下で引き合わせますじゃも。わしは先に下に降りていますじゃも。ではごめんですじゃも。なんだよノポンの勇者って、うっさんくせえな。まあそう言わずに行ってみようよ。